毎日よく使っている言葉、今日のテーマは気持ち。はい、皆さん一緒に勉強しましょう。嬉しい、嬉しい。友達にプレゼントをもらったからすごく嬉しかった。楽しい、楽しい。昨日山田さんの誕生日のパーティーはめっちゃ楽しいです。寂しい、寂しい。いつも一人で生活をしているから寂しいです。悲しい、悲しい。毎日飼っている可愛い猫は事故で死んで悲しいです。面白い、面白い。ベトナムの映画はとても面白いです。羨ましい、羨ましい。一緒に住んでいる友達は恋人がいて羨ましいね。恥ずかしい、恥ずかしい。 N4 試験に失敗してとても恥ずかしいですが、次の試験は絶対に頑張ります。懐かしい、懐かしい。高校生時代を懐かしく思い出してる。びっくりする、びっくりする。地震のニュースを聞いてびっくりした。がっかりする、がっかりする。昔一緒に住んでいた友達にお金を取られてがっかりした。うっとりする、うっとりする。自分のアイドルの声にうっとりしている。イライラする、イライラする。山田さんの長い説明にイライラしました。ドキドキする、ドキドキする。初めて日本人と会話するので今すごくドキドキしています。ハラハラする、ハラハラする。夜遅く一人で道を歩いてとてもハラハラしている。ワクワクする、ワクワクする。恋人にもうすぐ会うときワクワクする。終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。はい、皆さんぜひ練習してくださいね。